はい、お疲れ様です。本舗ひろろチャンネルです。はい、本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はね、まあこれは全車種なんかなわからないんですけど、私の乗ってる20アルファード、まあトヨタ車はそうやと思うんですけど、はい、裏技第2弾、はい、やっていきたいと思います。何やったっけ、忘れた。どうしてもね、エンジンをかけたいとかあるじゃないですか、助手席とかに乗ってて、まあ鍵は中に置いてあるとしてね、で助手席からブレーキペダルを踏まずにエンジンをかける方法、ボタンだけでエンジンがかけられる方法があるというので、今からちょっと実証していきたいと思います。まあこれも裏技になると思いますんで、もしよろしければ最後まで見てください。じゃあどうぞ。はい、それではエンジンをまずかけてみたいと思います。まあ、通常の場合はこの下側、はい、このブレーキランプを踏んでから、はい、こちらエンジンスタートを押すと、はい、まあここでかかりますね。これがまあ普通ですね、通常。このブレーキペダルを踏んでから、このスタートボタンね、押さないと通常はエンジンがかかりません。まあこれが普通ですよね。じゃあ、はい、一旦エンジン切ります。はい、切れてますね。じゃあここからがまずじゃない、ここからが裏技になります。皆さんやり方は知ってる方もいらっしゃるかな、まあ知らない人もたくさんいらっしゃると思うんで、はい、やってみます。まずこの下側ブレーキペダル踏まない状態で、まずね、はい、こちらのスタートボタンを一度押してください。一度押すと、赤いランプがついて、この辺のオーディオとかが起動します。スタート前ですね。はい、一度起動します。まあ、この状態で まずもう一度このスタートボタンをもう一度、はい、長押ししてください。じゃあこういう風にランプつきますんで、はい、ブレーキペダルは踏んでません今で、こうやって長押ししてます。ずっと、たら青く光って、はい、エンジンかかりました。わかりました。今シートベルトを着用してください。ブレーキペダルは全く踏んでません。有効期限は2026年11月です。わかりました。わかりづらかったですかね。ではもう一回やってみたいと思います。ちょっと一回エンジン切りますね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ではね、わかりづらかった方のためにもう一度、はい、もう一度やってみます。よく見といてくださいね。まず、はい、ブレーキペダルは何も踏んでません。ちょっと見にくいですけど、ここにブレーキペダルありますね。ここに踏まずに、まずこちらのスタートボタンを一度プッシュ、そしたらこうやって赤くライトつきます。でスタンバイ状態になりますので、はい、その他のオーディオ関係、はい、スタンバイ状態で電源が入ります。で、ブレーキペダルはまだ全然踏んでませんよ、全く。
まあ、この状態でもう一度踏まずにもう一度このスタートランプを長押しです。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。はい、今かかりました。だいたい14秒15秒ぐらいで、はい、かかりましたね。という感じで、はい、ブレーキペダル全く踏まない状態、踏んでませんからね、状態でエンジンを始動させることができました。イエーイ、すごいね。うん、これも私も本当に知らなかったです。たまたま、うん、友達に聞いて嘘やろって言ってやってみたらできました。うん、ちょっと感動なので、はい、どうしても、うん、まあ、あの鍵が、うん、あの車の鍵ね、キーレスが車の中にあることが条件やと思いますけど、車の中に置いたままで運転席が離れられた時、運転者が助手席に乗っている方、どうしても暑いなーって、この夏でどうしても暑いでしゃあない、エンジンかけたいという時はこういう方法で、はい、かけることができますんで、はい、もし皆さんよろしければ試してみてください。おお、ナイスやね。本当に知らなかったです。ブレーキペダル踏まなあかんと思ってたんで、うん、はい、こんな感じで、はい、始動できました。はい、じゃあ一旦パチッとします。はい、はい、皆さんどうでしたか。ちょっとね、感動でしょう。絶対ブレーキペダル踏まんとエンジンはかけれないと思うんだと思ってたんで、私的にはすごい感動です。なんでね、まあ、どうしてもの時は、うん、キーレスを、まあ、車の中に鍵を置いといてもらうことを条件で、はい、かけることができますんで、うん、よろしければ、はい、皆さんも試し、先ほど言いましたけど試してみてください。はい、今日も仕事終わりで、まあ、寄り道中なんですけど、まあ、いつもの場所で寄り道中ですけど、今日もこんなどんよりした、はい、空、一日空模様でした。でもね、ムシムシして暑いですね、まだまだ、うん、なので皆さん、ね、水分補給ちゃんとして、まあ、毎回言ってますけど、はい、皆さんお体にお気をつけて、ご安全に、はい、お仕事運行してください。それではね、皆さん今日はブレーキペダルを踏まずにエンジンをかける方法でした、ね、もしこの動画が良、ね、かったなと思う方はグッドボタンの方、はい、グッドボタンポチッと、あとね、チャンネル登録の方まだの人よろしくお願いします。ポチッとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。じゃあね、本日もご視聴ありがとうございました。音符ひろろチャンネルでした。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。じゃあ終わります。カチッとな。